塚崎、18イコール藤岡、和祖父が厩務員で馬と触れ合う機会があり、騎手を目指すようになった。師匠、藤岡氏に愛情を継がれてきた。僕のために怒ってもくださいますし、社会人として必要なスキルなども教わっています。先生についていきたい、と語った。今週は土日とも小倉で計4ラに騎乗。デビュー戦となる土曜にアールファイツオンは前走3着。 休み明けでもいきなりチャンスあり、追い切りでは反応してくれましたし、いい動きでした。不安なく望めると思います、と力を込めた。自給車の馬で恩返しと行くか。